今からキャンディーのバッシュです。この辺少し舐めてたかもしれないね。あ、そうですか。若干赤い部分があるんで、あんまりそんなに本人舐めたりする様子を見かけはらなかったかな。あ、そうですね、はい、うん、そんなに見かけなかったですね。そしたら多分と、まあ、もう少しここなんか当たっとくのかな。もうやんちゃだから走り回ってたから体もぶつかってるし、なんか、うん、すいません、舐めてしまって、もう、はい、いい子しといてね、いい子しといてな、いい子しといてな、おやつ持ってくればよかったね。痛かったかな、これ人間の手術の糸と一緒なんですか。一緒ですね、まあ、ナイロンの製の糸ですけどもね。そうですね、まあ、こんなものを使いますけども、ほぼ一緒ですね。まあ、ちょっと今人間の糸というのものを使いますけどね、うん、人間はお腹切った時これ取ったらものすごくスカッとしたんですけど、やっぱり犬もそうなんですかね。あ、まあ、なんていうのかな、おそらくそういう感覚でこう、うん、どうしても糸でキューッとこうつねられてるような感覚がね、引っ張る皮膚がこう引っ張ってますからね、周りに広がらないように、そういう力を加えてますね。あ、ケンタ診断、はい、これは一緒ですね、一緒使いますね。こんな、まあ、可能止めなんかとしてはね、対象的なものですね。シャンプーとかはどれくらいからいいんですか。明日避けて、ああ、1週間後とか2週間後は大丈夫、ね、そこまでは言わないですね、はい、まあ、全然問題ないですね。そのものはもう洗っていただいても全然構わないです。あ、そうなんです。ちょっと糸が入ってた部分で、ね、はい、少しこういうポチポチっとしたのが落ち着くのかな、かかそれぐらいかな。でもここの赤い部分もね、こうちょっと当たっても多分包帯がされてたのかもしれないですね。あ、何がされてるんですか。包帯そのものが包帯がされてるんですね。舐めてるのあんま見たことなかったんですけど、はい、だから多分これ自体も包帯も取りますし、はい、まあ、このまま見ていただいて、はい、骨が舐める様子がないかどうかだけ確認してください。あ、これました。ちょっとこれ骨がベルベルベルって舐めると、はい、少しちょっと表面赤くなって、はい、ちょっと綺麗にしていく必要がありますから、ちょっと舐めさせないような工夫が必要になってくると思います。だけども、逆に言えば舐めていなければ大丈夫ですか。あの、悪くなる要素がそんなにない。あ、わかりました。はい、ちょっと気になってる、当たってる、そういったものがなくなればもう安全は続いちゃう。わかりました、すいません、ありがとうございます。終わりだよ、よかったね、終わり。